はい、KGC プリンティングカレッジの三浦です。よろしくお願いいたします。今回は、印刷シミュレーションということで、印刷開始から検討調整までを、シミュレーションした動画を作成しましたので、そちらの方を見ていただきたいと思います。まずは版を各ユニットへセットしていきます。この時にポイントとなるのは、やはり版がきちんとピンに当てはまっているかどうかというのをですね、一度だけでなく二度、また指差し故障しながらですね、確認するということが重要になってきます。基調はまずジョブデータを読み込んでいきます。見本と合っているか確認を行いながら入力を行っていきます。そしてスマートシーケンスを選択していきます。そしてスマートシーケンスをオートメイクレディにて実行を行っていきます。オートメイクレディが実行されますと、まずはプレインキングがスタートします。プレインキング1のステップ1で基準マックアーツを形成し、ステップ2で絵柄に応じた面積率のインクの供給が行われていきます。そしてインク供給が終わりますと、次に版交換へと入っていきます。版交換が終了すると、しずりが開始します。まずは紙面上昇時に、用紙の紙面と平体の高さを確認しながら、吹き足の前後位置、そういったところを確認していきます。そして、エアが入り始めた時に、きちんとエアが入っているかどうかということ。そして、用紙が流れ始めたら、今度はその用紙がまっすぐ流れてきているかどうかということ。そして、針がきちんと規定量を引いているか、また掛け頃が1枚目の紙尻をきちんと押しているかなど、また用紙の先端が膨らんでないかなどを確認をしていきます。そして用紙が剣頭部で一定位置に揃えられているかどうかということを、突き揃えというもので当てと針を確認していきます。まずは操作側、引き針と当てを確認をしていきます。はい、このように一線と、針飛びといったものなくきちんと入っていることが確認が取れます。そして原動側の当ても同じように少しずつずらしたときに一定に揃って入っているのが確認することができます。まずは検討を調整していきます。大きくはこの3箇所でもって全体的に4色の位置調整、検討を調整をしていきます。また自動での検討フィードバック機能がある場合には、このマークを測定器に読み取らせていきます。上が手動での検討を入力調整を行っていきます。
下は検討フィードバック機能を使って検討の調整を行っていきます。まずは手動での入力の場合は、機長がルーペでトンボを見て検討調整を行っていきます。検討フィードバック機能の場合には、その測定した結果から自動でのフィードバックボタンを押すと自動的に検討を調整していきます。検討調整を行いながらも、また陰気と水のバランスが適正であるのかどうか、汚れているのか汚れてないのかということを確認しながら調整を行っていきます。今マゼンタの色が少し汚れていたので、吸水セット値を少し2ポイント上げます。そしてその他の色は汚れてなかったので、逆に少し下げて様子を見てみます。そして1回目の調整が終了して、2回目をしずりにより確認を行っていきます。機長は再度ルーペでその検討を確認しています。そして検討フィードバックの場合には、その測定結果を確認してみますと、全体的な検討はまず問題ないといったところが確認が取れます。早い人であれば、2回で終了する人もいますが、今回は3回目ということで、最終の確認と微調整を行っていきます。そして問題ないということで、最終的に印刷絵柄内の白抜き文字など、検討がずれてしまうと目立ってしまうところを微調整を行いながら、ファンアウトの調整を行っていきます。はい、今回はですね、動画を中心に解説を入れていくという形で進めてみました。今後もこういった形でいろんなものを皆さんにご提供できればというふうに考えております。それではご視聴ありがとうございました。また、YouTube への登録も合わせてよろしくお願いいたします。失礼いたします。